はい。それでは、ラック・ゴイン・エングリッシュの4番目ね、やっていきたいと思います。まず単語はこれ一緒にやっていきましょう。これは、スケアリーと言います。スケアリーっていうのは、怖いという意味ですね。よく使うんでね。えー、うん、使いますね。はい。次2番目、スネーク。これ、ヘビですね。はい。テスト。これ、テストですね。 日本語になってますね、はい、ドーナツ。これはドーナツですね。はい。で、あの、さっきスケアリーってね、まあ、怖いっていう意味で言ったんですけれども、あの、これち、これめっちゃ使うんですよね。あの、Be Scared Of、ほにゃほにゃ。ここ名詞くるんですけど、これは、まあ、何々が怖いっていう意味になります。 スキャリーが、ね、こうスケアードにこう変化するんですけどね。もうこれ暗記してくれていいと思います。be scared of で、何々が怖い。あの、of なくても OK ですね。Uh, I'm scared って言ったら、まあ、怖い,い、ね。えー、何、ほにゃほにゃが怖いって言いたかったら、I'm scared of ghost 幽霊が怖いとか、そういう風に使うんですね。ということで、まあ、何々が怖いですね。はい。えー、forget 忘れる。 ですけれどもその過去形は forgot になります。忘れたということですね、はいえー。今日の文法事項は思考、えー、同名詞ですね。まあ、主語として使うよと。プレイングサッカー。サッカーすることというのを主語になっているわけですね、えー。プレイングサッカー is fun。サッカーすることは楽しいですということですね。はい。えー、ということで、 えー、主問題をね、えー、やっていきましょう。えー、わかる子はね、えー、一旦ビデオ止めて自分でやってみた後で解説聞いてくださいね。はい。で、行きましょう。えー、野球をするのは楽しいです。うん。これはもう、プレイをプレイングにしてね、プレイングベースボール。野球することっていう、えー、名詞にしてください。こうですね。プレイングベースボール is fun。英語を話すのは楽しい。 これはスピーキングイングリッシュになりますよね。スピーキングイングリッシュ is fun、はい。テレビ見るのは面白い。Watching TV is interesting、はい。数学を教えることは彼の仕事です。Teaching math is his job. はい。食べ過ぎるのはよくありません。eating, eating too much isn't good. あこんな感じですね。はい。で、2番目いきます。はい。毎日歩くことは私たちの健康に良いです。うん。まあ、歩くんでね。walking every day ですね。walking every day is good for our health. ですね。はい。自分の将来について考えることは大切です。考えることやから、think NG で thinking ですよね。thinking about your future is important. そうそうそう。ね。こういうのは全部単数形なんですよね。walking、歩くこと、is です。考えること、これも単数形なんで is ですね。 はい。他の国々を訪れることはワクワクします。訪れるはビジットなんで、v i s i t グア g ビジティング i t i n g o t h ですね。other countries is exciting.OK。はい。動物の写真撮ることは面白かったです。これ気をつけてくださいね。面白かったですなんでね。これ過去なんでね。写真撮るは take pictures だから、taking pictures ですよねで。take ってこう、e ですけどね。e を取って、ing でしたね。taking pictures of animals.was ですからね、ここ、過去なんで。was interesting. はい。英語でレポート書くことは簡単ではありません。はい。書くって w r i イトですから、writing a report in English. で、簡単じゃないって言ってるわけだから、否定なんで、isn't. is not 縮めて isn't easy ですね。えーライトもね、いいよ、えー、こう普通い、e、いなんですけど、いいよとって e NG ですからね。Writing a report in English isn't easy. うん。はい。じゃ3番でいきます。日本語にしなさいと。はい。えー、s t e n i n g to music is fun。音楽を聴くことは楽しいです。ですね。 OK はい Learning about Japanese culture is interesting. 日本文化について学ぶことは面白いです。ですね。 Breakfast every morning is important. まあ朝朝ごはん食べることは大切です。ですね。朝ごはんをはい、最後が「using a computer was my job」 コンピューター使うことは私の仕事でした。過去ですね。はい、いいきます。しょ。はい、日本語を学ぶことは面白いです。うん。 からまあ、これ学ぶことがし最初に持ってくるんですよね。Learning Japanese なんですね。で、is interesting になります。L はい、エル大文字で。ジャパニーズから書いちゃダメですね。学ぶことなんでね。Learning Japanese が主語です。日本語学ぶこと。is interesting ですね。はい。この本読むことは難しいです。 これもね、あの読むことなんでね。reading this book ですね。reading this book が主語。で、is difficult ですね。はい、3番目。マイクと英語で話すのは楽しかったです。これ、過去ですね。まあ、主語はマイクと英語で話すことなんで。 talking with m i k e in English これで英語でマイクと話すことですね最後は was fun ってことになります talking with mic で英語でだから in English はい楽しかったですだから was fun ですね 毎日早起きすることは簡単ではありません。はい、毎日早起きすることはが主語なんで、えー、getting up early, everyday、えー、Every ですね。<laughs> で、簡単じゃないんだから、is not easy ってなります。はい。えー、G を文字でね。getting up early. アーリーやってね、イティングアップある早く起きること、えー、エブリデイですね、うん。で、簡単じゃないんだから、イズノットイージーですね。はい。じゃあ、自由表現一緒にやっていきましょう。私は犬が怖いです。I'm scared of dogs。よく使いますんでね。I'm scared of もう怖いって言いたいんやったら、I'm scared, I'm scared で OK です。はい。私は犬を見たいとさえ思いません。っていうことなんですけれども、えー、これはですね、何々でさえっていうのは、これ、even っていうのを使うんですね。まあちょっと見たいと思ってないわけですから、I don't。これ、even 持ってきてください。even ですね。even。V e N I don't even want to see dogs. 私は、えー、犬を見たいとさえ思わないってことですね。思わないと、うん。はい。子供たちは公園の中を走り始めました。はい。スタートは NG ですね。えー、始めるはスタートか begin を使ってくださいね。まあ、過去形なんでスターティットとかビギアンを使っていきます。えーまあ、今回はね、スタートを簡単な方でいきましょう。 started running ですね。the children started running in the park. はい。私はあなたにそのことについて言い忘れました。はい。えー、言うことを忘れた。なんで、forget、えー、の過去形、forgot.forgot to utel の不定詞ですね。forgot to utel あなたに、えー、言うことを忘れたと。言い忘れた。 I forgot to tell you about that. はい、6番目いきます。えー、この1を適するごく1語にしてくださいということですけれども、1語なんでね、えー、Mark starts ing ですよね。Mark starts eating the donuts。Mark はドーナツを食べ始めますということですよね。はい、下線文2の英文を日本語にしなさい。シ e e i n g donuts。 is really scary really、うんはい、ドーナツを見ることは本当に怖いですって言ってるわけね。ドーナツを見ることはこのリアリーが本当にって意味ね。で、スケアリーが怖いですね。そういうことね。うん はい。ンブ部さんの言葉を、マークは言った理由として正しいものを、まあ記号で答えなさいということなんですけれども、はい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 。私は、ミルクも怖いって言ってるんですよね。I'm scared of milk too。ちょっとこれ内容を読まないと、ね、答えわかんないんですよ。ちょっと読んでみますね。エリック buys some donuts、まあ。エリックはいくつかドーナッツを買います。エリックが、Here are your donuts, Mark. はい、えぇ、ヒアー、ホニャホニャか何々をどうぞ、えぇ、ー、まぁ、あ、ヒアー、are, ここに何々がありますって訳してもいいですよね。だから、ここにあなたのドーナッツがありますよ、マーク。ヒアー、アーダカズと同じ感じで訳してくださいね。ここに何々がありますと。Oh, no! マーク starts eating the donuts。マークは、そのドーナッツを食べ始めます。エリックが、Hey! You said you are scared of donuts.Hey, 君は、えー、ドーナッツが怖いって言ってた。Mark, yes, はい言ってた。と。Seeing donuts is really scary. ドーナッツを見ることは本当に怖い。So, I'm eating them. だから私はそれらを食べています。Oh, I forgot to tell you. 私はあなたに えー、伝え忘れた。I'm scared of milk too. 私は牛乳も怖いです。えー、これ話の、えー、内容分かりましたかねこっちらは嘘なんですよねドーナツ怖いって言ってたけどこう食べてますよねうん。怖いから見るのもか見るのが本当に怖いから今食べてるんやって言ってるけどこれ実は食べたいから相手そう言ってるんですよねうん。怖いってこれ嘘なんですよね えー、みんな嫌がらせしして、ドーナツくれたりするんで、えー、それ、ね、えー、食べちゃうってことね。こういう適当な理由つけてね。はい。いうことで、ここもミルクが怖いって言ってるけど、で、怖がらしてミルク、ほらって言ってそれ飲んじゃうわけよね。うん、わかるよね。だから、ミルク飲みたいから、わざとにそう言ってるんですよね。はい。っていうことです。はい。では、発音いきましょう。スネーク。 スネーク、これ A ですね。ファン、ファン、まあ、あっと,とになるんでね。まあ、A と A, A はちゃうんでね。バツですね。はい。テスト、テスト、A ですね。フォゲート、フォゲート、これも A ですね。まあ、丸、まあ、でしょう。はい。えー、これちょっとの出しですね。ド、えーナッツ、ドーナッ t オウってなってますよね。これも、これオンリーじゃないんですよ。オンリーなんですよね。オンリー、ドーナッツ。 オウンリー、オウオウ、丸ですね。はい、以上になります。